マネ県は関西を中心に展開しているワッフル専門店。大阪府水田市と四つ町に本社を置く株式会社ローゼンが運営している。マネ県では本来のワッフル、いわゆるベルギーワッフルと呼ばれるものを販売している。直径10センチメートルほどの円形であり、1個125円から194円。ブリュッセルの名所である小便小僧をロゴに使用しているが、 柔らかく薄味のブリュッセル風ではなく固めで砂糖の入ったリエージュ風のワッフルである。プレーン味、チョコレート味、メープル味、アーモンド味、5月から宇治抹茶味も常時販売されるようになる。その他にも月限定のワッフルが1種類。3ヶ月間限定のワッフルや秋やバレンタイン限定の商品も販売される。また、エクスピアリテン限定でプレミアムバター味、 キャラメルチョコ味も販売している。他にも、クリームワッフルや、プチワッフル、ワッフルラスク、マカロンなどの販売もしている。また、袋入りワッフルを、スーパーマーケットや、コンビニエンスストアに流通させて、販売している。こちらも、プレイ味、チョコレート味などがあり、同じ価格帯である。メールマガジンの登録を行うと、期間限定ワッフルの割引クーポンや新商品の 紹介などが送られてくる。マネ県は2016年12月現在、大阪府に11店舗、兵庫県に3店舗、奈良県と滋賀県に、各2店舗、京都府に1店舗と、関西に、計19店舗展開している。その他には、東京都に7店舗、神奈川県に2店舗、千葉県、埼玉県、静岡県、愛知県、岡山県、広島県、島根県、熊本県、 沖縄県に各一店舗展開している。2017年。ありがとうございます。